木山のパーキングに到着しました。早く着いたんでね、むっちゃんまんじゅう食べちゃいました。もうこれおやつに最高だな。去年と同じ道の駅菊水で休憩してたらね、お店の方にお声掛けいただいて涼しいとこでコーヒー飲むことにしました。なんとね、2日前にオープンされたばかりのお店、ライダーさん、ナルシストの丘、あと菊池渓谷に行く途中の休憩にね、駐車場も広いし、ぜひご利用ください。甘い洋菓子とね、ラテが、ほろ苦いラテが美味しかった。フランス人のご主人と心温まるご夫婦でした。